重量級のタコさんなんですけど。匂い最高。いい匂いする。酒飲みが好きな味付けだこれ。あ、うまい。はい、漁師町から生まれたアイドルヨーヨーヨーのピンク色担当のゆらゆらことゆらゆらです。今回はゆらがお魚をさばく企画第3弾になりました。今回はなんとこちら、はい、この大きなタコをさばいていきたいと思います。重い。わー、重いちー。重量級のタコさんなんですけど、ほら、すごくないですかこれ。なんと今回はゼロイチファミリアの日本酒を美味しく楽しみたいっていうお姉さん方のリクエストに応えて、こちらのタコにしてみました。お酒と一緒におじいちゃんがタコとかイカとかそういうの食べてたなっていう記憶があったから、タコにしてみました。さばくの難しそうな気がするんですけど。はい、大丈夫ですか。はい、いけます。タコちゃんは楽勝っす。頑張ります。はい、私たちは日本酒チームです。イエーイ。皆さん、ゆらゆらが魚さばくシリーズ知ってますか。知ってるよ。見たことありますか。見てはないんだけど、本当に今日日本酒飲みましたしか聞いてないから、なんか本当に何も分かってないんだけど。やったことある？はい、前あるんだ。前もやった。本当に見てない。本当に見てないよね。私は2回目なんですけど、今回お二方は、ね、初めて。レギュラーみたいなもんよ、はい、この企画。そう、2回目？2回目です。でもお酒を買いに来たのは今回初めてなんで。あ、そうなんだ。はい。今日の料理はタコブツとタコのアヒージョ、ゆらゆらが作ってくれるので、それに合う日本酒を。私も全然わかんないです。ちょっと何買うかね、いろいろ話し合って。そうだね、やりたいと思います。イエイイエイ。こんにちは、お世話になります。よろしくお願いします。ここが日本酒、こっちも日本酒。すごい、めちゃくちゃあるね。わかんない。パッケージがさ、ね、かわいくない？かわいい、かわいい。私なんか生産地っていうのかな、もう書いてあって、ね、アイスピンクだって名前かわいい。ちょっと待って、私さ、入り口のところでちょっと見えたんだけど、ネオン的な。本当だ、これ最近、最近だね、なんか、濁り酒とかもある。日本酒ってさ、ものによって全然味違うじゃん。スパークリングも私ちょっと欲しいかもしれない。どうなんだろう、なんかアヒージョに合いそうじゃない、スパークリング。あ、確かに確かに。ワイン的な風味で。確かにね。なんか自分の出身地のお酒もいいね。美味しそう、ね、本当だ。これだったら飲めそうな見た目してる。すごい。プロに相談。そうだね、確かに相談しよう。相談しない。今回タコを使った料理、はい、アヒージョとタコブツ食べるんですけど、はい、こちらが、はい、まあ、オリーブ酵母、そのオリーブの木から採取した酵母、まあ、微生物なんですけど、アルコール発酵するその大元の微生物をオリーブの木から取ったっていう、まあ、特にだからってオリーブの味がするわけではないんですけども、相性がいいっていう。で、ちょっとこう酸が高めで、綺麗にサッと流れるから、すっきりです。そうです、ウォッシュ効果っていう部分で、これは一つはおすすめです。なるほど、はい。この同じお酒のスパークリング、スパークリング、はい、これもいいですね。これ泡なので、スパークリング、そう、ちょっとそう、さっき言ってたから、かわいい、かわいい、いいね、なんか、かわいい、さぬきオリーブ、え、かわいい、いいね、ね、一つはアヒージョにこれにしますか。はい、はい。はい、それではこの大きなマダコちゃんをこれから茹でてさばいてタコムツにしていきたいと思います。お風呂に入れたいと思います。あ、すごい、ほらほら、見てこれです。これが見せたかった、クルンクルン、足がクルンクルンってなります。かわいい、踊ってるんです、自分で勝手に。ゆらゆらしてるタコが、もうすでにカチカチですね。これは身が硬くなって、さっきのふわふわつるつるなタコちゃんになりました。
11分37秒、待機時間。最近の出来事は、イラはちょっと二十歳になってお酒を飲み始めて、え今までおじいちゃんとかにおつまみで作ってたなんかお魚料理とかを自分に作るようになりました。ちなみに何を飲んでるんですか？ほろ酔い梅酒もっこりとか飲んじゃってます。ビールとかなんかそれこそ日本酒とかはちょっと無理でした。でも甘いお酒とお魚合いますか？合います。え？一番最近ハマってるのはタイの刺身にあれカルアミルクごくごくって感じ。全部食べるユラが美味しい。食べながら今度は食べやすいサイズに切っていきます。だけどここクリクリしてるところバイ菌がすごいらしい。食べない方がいいらしいのでこれぐらい切って、バイバイ。一番可愛いポイントなんですけど一口サイズに切っていきます。巨大タコ物、これ一口で食べるのかな。じゃじゃーん、タコ物できました。美味しそうです。キラキラしてます。大葉なんて知れちゃいました。でタコ物に合う日本酒を3本選んでもらいました。うん、おあおり、あやすごい、ありがとうございます。やっぱりタコってこう噛んだらこう旨味が出る、うん、でこう噛みやかもとっていう部分で富山県の塩鶴っていう、うん、塩鶴、塩鶴、はい、富山湾 の, この新鮮な魚介にもこう合うような節質、うん、でこれが青森の後輩っていう、気になってたんです、さっき同じ出身地ということで、あの後輩米ってお米を使ってるんですけど、うん、その後輩米はもうここしか使ってないんです。へー、非常に今年一番の新酒です。新酒出来たて、お出来たて、はい、新酒第1号です。おー、すごい。新酒こちらまたちょっとタイプが違いまして、山口県なんです。タカっていうこれしっかりしたお酒を作る蔵元さんなんですけども、こう噛めば噛むと味が出るタコに対してこっちも味わい深い、
あなた青森県出身とも言ってるし、ちょっと新種ね、そう確かに新種一番の新人ってことですよね。はい、え飲みやすいのはどっちですか。わジャモ。ジャモ。こっちだ。これにしましょう。いいですか。この子で決まりました。はい、それではアヒージョを作っていきたいと思います。頭の部分のがちょっと柔らかいので、こっちも使ってちょっと切っていきます。おー、肉厚。これ使わないで。食べない。おー、すごい。食感がすごい。メス。した足はコリコリ食感肉球って感じだったけど、こっちのがやわやわふにゃふにゃプリプリって新鮮って感じがします。はい、ちょっとオリーブオイルをたっぷりのニンニク、鷹の爪、オリガノ、この感じでタコを敷き詰めたので、そしたら塩コショウを振っていきます。おー、めっちゃ美味しそう。マスタマーリン、マスタマーリン、これで、やー完成でーす。うん。今作ってるってことですよね。ちょっと待って待って待って、しっかりして。2回目、ちょっとやばい。お邪魔します。はい、あお邪魔します。3名です。お願いします。はい、お金2つ買ってきました。美味しいかな。ね、楽しみだね。楽しみ。はい。おっ、わー、じゃーん、すごい、すごい。え、最初から切っちゃうんだよね、全部。すごいね。マダコの、大マダコのタコ物です。うん、すごい。こんな、大きいタコ、茹でて、すごいね。切りました。ちょっと目を合わせて。どっちのお酒を合わせるのですか。はい、こっちです。おー、どんぐらい、どんぐらい、どんぐらい、いいんじゃない。あ、なんかもういい香り。やっぱイメさん強そうだから。なんでだったの。ちょっとあげるから、ね。ちょっと待ってください。めっちゃ大丈夫です。大丈夫です。乾杯。乾杯。乾杯。あ、飲みやすい。うん。あ、飲みやすい。めちゃめちゃ飲みやすい。甘くて、スッて、すっきりして、後味もすっきりしてて、なんか苦味みたいな、なんか、これ日本酒苦手な方でもこれは飲める。なんて言うんだよ、豊杯？豊杯、あ、豊杯だ、豊杯、豊杯、豊杯、じゃあローマ字がちゃんと書いたのよ、やっぱり。豊杯、美味しいです。美味しい。いただきます。じゃあ、どこら辺から行こう。じゃあ、これにしようか。じゃあ、私もこっちにしよう。コリコリ、めっちゃ美味しいです。美味しい。うん、うまっ。うん、ほんとパキッと、うん、歯ごたえがすごい。うん、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 あ、うまっ。あ、で、日本酒って合うのすごいね。合う。え、美味しい。合う。大人になった気分。うん。飲まなくていいですよ。
っちゃパンパンに。なるほど。美しい。最高。最高。最高。マジで美味しい。いいね。なんか皆さん一気飲みしなくていいんで。あ、すみません。じゃーん。お、美味しそう。すごい。これはタコのアヒージョです。はい。最高。え、待って、匂い最高。いい匂いする。やばい。アヒージョにはどんな日本酒を合わせるのですか？こちらです。これはね、オリーブだからそのアヒージョのオリーブとも合うんじゃないかっていう風にお勧めしてもらったので、アヒージョの脂っこいオリーブとかもさっと流してくれるようにしてなんか微生物がうんたらこんたらそう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 難しい説明はちょっと覚えてないんですけどでもスポーンっていうのかな、いいんじゃない、ね、お願いします、気をつけて、うわいい音、いい音だ、いい音です、じゃあエレエレが焼いてくれる、あ、じゃあ濁ってる、ね、本当だ、あ、すごいいっぱい入れてくれる、びっくりしたよ、すっごい入れてくれるね、いいけどさ、さっきのさちょっとほろ酔いだよ、今ありがとうございます、はい、あ、ありがとう、すごいね、みんなすごいじゃん、あーえ、すごいのよ、スパークリング、あ、うまー、ま、飲んだ時はスパークリングだから、うん、スッて飲みやすいけど後から深みがじわって感じ、うん、なんかさっきは飲んだ後別にそんな残んなかったけど、そうそうそう、これは結構残り、ね、お酒が、お酒が残りますね、いただきます、いただきます、今アヒージョ大好きなの私、美味しいよね、本当に好き、いただきます、いただきます、うん、美味しい、あ、でもね味付けちょうどいいよ、うん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 、酒飲みが好きな味付けだこれ、うんうん、あ、美味しい、これ作りたい、美味しい、うん、うまいね、料理できるんだね、何こ、うまい、合う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 よ、合うよ、美味しい、あ、確かに油流してくれる、うん、うん、美味しい、うん、確かに一気にスッてなる、好評、うん、でよかったですね、好評でよかったし、なんか皆さんいつもよりもバイテンションが高い気がします、多分酔っ払ってるってことだと思います、これからお酒をいっぱい飲ませたいと思います、さあ見てる皆さんはお姉さんたちをいっぱい飲ませて楽しませるのでここまでです、バイバイ、バイバイ、え、仕事